大6分です。今日はオランチーナをいろいろ集めてきました。まずノーマルオランチーナ、シチリア産ブラッドオレンジ、フレンチスパークリング、なかなか売ってないハニーレモンジーで、冬限定オランジーナホリデーミックスウィズベリー、オランジーナ贅沢ビターオレンジ、確か自動販売機限定だったと思います。この2つは製造終了してるんで、8月1日現在持ってる人は少ないと思います。賞味期限は完全に切れてます。沈殿もしてますね。あ、まあ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 飲んでみましょう。飲み比べました。個人的にはこっちがうまいですね。贅沢ビターオレンジ、賞味期限2017年4月2日オランジーナホリデーミックスウィズベリー、飲んでみます。いや飲んでみますっていうか飲んだことはありますけど、美味しい、久しぶりに飲んだ。まああとはコンビニスーパーで買えると思いますけど、混ぜます。普通のオランジーナ以外に混ぜます。均等に50ずつ。ベリーオランジーナ、この炭酸水がどう出るか。ブラッドオレンジ、レモンジーナ、レモンジーナもあんまり売ってないですね。少ないですね。できました。このオレンジーナはきっともう二度とできないかもしれませんね。いただきます。すごいですこれ、どれでもないですね。ベースがオランジーナなんで、オランジーナなんですけど、苦味が、ん？苦味、とにかく新しい味のオランジーナです。うまいですか。はい、というわけで終わりです。ご視聴ありがとうございました。